イタリア軍の野戦共犯に記載されていた、オト M35 型手榴弾のがオト M35 型手榴弾は、イタリアのオートメラーラで開発された、手榴弾である。オトはオートメラーラ社の略称で、数字の35は1935年に、イタリア軍で導入されたことを示す。同時代の各国が手榴弾の発火方式に、次元式進化も使用する中、イタリア軍は、 衝撃作動式進化を採用していた。OtoM35 型の場合、その構造は以下のようなものであった。というものである。安全ピンには使用時に抜きやすいように革製のタブが付けられていた。使用時の作動手順としては安全ピンのタブを指もしくは歯で引き抜くと、キャップカバーと安全プレートの固定が解かれる。投敵するとキャップカバーが風圧を受け、 安全プレートを引き抜きながら脱落し、激震の固定が解かれる。この状態で玉体に衝撃が加わると、ケーシングの内部で円球または、作薬カプセルが完成で動き、押された激震が進化を撃破つ、作薬を起爆させる。円球は原形を保ったまま飛び散ると危険なため、起爆の衝撃で、 多数の鉛粒に分解する構造となっているが、副次的に限定的な破片効果を発揮する、というものとなっていた。しかし、キャップカバーが設計上の想定通りに外れず、安全プレートによる激震の固定が解かれないことが多くあった。しかも、衝撃作動式進化の構造上、硬いものにぶつからなければ確実に撃破せず、北アフリカ戦線東スナジの多い場所では、 不発となる事例が少なからずあった。加えて、不発となったものは、誤って切るなど衝撃を与えれば、支援進化でないため即爆発する恐れがある。いわば自然のブービートラップとなってしまい、爆発の威力よりも、その厄介さが、敵味方ともに恐れられたという。M35 型はメーカーごとに3種類があり、それぞれ構造、撃発機構や外形寸法が異なったが、 いずれも安全装置と新刊の基本構造は同じであったため動作が不確実でさらに製造上の不良品が多く質が安定していなかった大型化された音 m 4 2型でも同様の構造であった味方に被害が及ぶことの多いこの手榴弾をイタリア軍将兵は次第に敬遠しより安全性信頼性の高いドイツ製手榴弾を使用することが 多くなったとされる。外観からイギリス軍の将兵は赤い悪魔と呼んでいた。1942年には M35 型の発展型であるオトモット42追戦車手榴弾が採用された。この M42 型は M35 型にガラス瓶を連結したもので、瓶には液体消費剤が詰められていた。敵車両の装甲板を破壊するのではなく、引火した。 消費剤をエンジンなどの外気取り入れ口から吸い込ませることを目的としていた。当時のイタリア軍手榴弾は危険物であることを示すために玉体に赤いエナメル塗装が施されていた。ありがとうございます。